こんにちは、カナダトロント居酒屋十安西十です、今日はもつ煮を作ります。はい、それでは早速作りましょう。はい、今日はもう簡単、もつ、豚のもつ、中華系のスーパーで売ってます。こんにゃく、家庭に1本あるスリラッチャ、ニンニク、味噌、飾りのニラ、あとだしの素。まず最初に豚の腸、白もつ、掃除します。もつ腸の掃除から、まずこれ下焼きする前に、掃除しやすいようにちょっと包丁します。ここど真ん中で一回切ってください。チューッと手切らないように、結構硬いですよ。はい、こういう感じ。これを全部真ん中で一回渡します。真ん中、台から両手で、はい、切り終わったらお湯で下茹でします。はい、沸きましたら、一旦このお湯を捨てて新しいお湯に変えます。お湯を変えたら、ここから、2、3時間ボイルします。途中お湯を足して、ください。そしたら、これがボイルして3時間、これお好みで調節してください。今はこうぷにょぷにょ、もしちょっと歯ごたえが欲しいというんであれば2時間とか、もっととろとろにしたかったら3時間以上やってください。僕は3時間で今ぷにょぷにょ。これが、3時間ボイルした白もつ腸です。ぷにょぷにょ。でこれを掃除するんですけれども、ドロドロのもつ煮が食べたい人は掃除しないで構いません。油ちょっと削りたいなと思ったら掃除しましょう。で中のこの油取りたい人は取りましょう。包丁で軽くこそり落として、で一口サイズ、この中の油さっさと取ります。さあ、で一口サイズ、ドロドロのやつがいい、ドロドロがいい人はこう取んないでそのままトントントン。はい、そうしましたら次はこんにゃくを切りましょう。スプーンでこうに切ってくれても構わない、スプーンで適当な大きさに切っても構わないし、もしくはもう手でワイルドにちぎってください。その方が、味が染み込みやすい。そうしたら煮込みます。お湯をひた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 に張ってください。はい、こんくらいかな。だしの素をスプーンで1杯、沸いてきたら一旦このアクをすくいます。味噌もお好みですね。煮込みなんで、味噌煮込みなんで味噌汁より濃いめ、こうちょっとこう飲みたくなる、すすりたくなるぐらいの濃さまで持ってってください。おろしにんにく、これもお好みで、また沸かします。スリラッチャ、これもお好みで、ビールが飲みたくなるぐらい。まあ後で上がりに七味かける人もいると思うので、辛みはまあお好みで。はい、お待ち。
仕上げにニラとネギ、お好みで、シンジ君のところの七味、八味、美味しいよ。ビール。はい、以上になります。意外と簡単だと思うので、ぜひご家庭でもやってください。下茹での時間が 2,3 時間、まあ、そこを頑張って作ってみてください。乾杯。